おはようございます。速稼塾の久保です。今日は5月16日月曜日4時20分で相場解説を開始させていただきます。週が変わりましたので、週足から見ています。ご覧のようにね、週足一方的にずっと陽線ばっかりを出していたんですけども、初めて陰線で、確定しそうな1週間を今週は過ごすことになりました。青いでしょ ?1 個だけ。ね、青いところちょっと印しておきましょうね。はい、こうです。ずーっとね、陽線ばっかりできたんですけども、陰線がついに出てしまったということです。まあ、こういうふうに一方的にトレンドを作れば作るほど、逆に向かっていく可能性が高まっていくんで、まあ、その時は来たかなってことですよね。ヘッド&ショルダーにはならなかったんですけども、結果的には、やっぱりこう下落が一旦起きたよってことですよね。で、これが継続的な下落になるのか、それとも一時的なもので、もしくは押し目となってね、これすら。さらに、円安の方向に触れて、131円、120、135円、140円というふうに向かっていくのかっていうのをこれから占っていくことになります。ちなみにですね、近々ですよ。まあ、1ヶ月以内になると思います。2週間、3週間後になりますけども、おそらくね、2週間後になると思いますけども、FX のオリガルヒという特別な FX のコースをコンテンツの方、これはね、コンテンツだけではなくて、コンサルもみっちりつけるやつです。こちらの方を販売するようになります。かなり気合を入れてね、私がね、これから50歳になるんですよ。で、50代、10年間をどのように過ごすかってことを FX に込めて、提供するものになりますので、私自身もこの FX オリガルヒの中で、鍛えていきたいと思います。もちろん FX も鍛えていくんですけども、どちらかというとね、自分のノウハウ、FX のテクニカルトレード、これをですね、どれだけ正確に伝えていけるかっていう伝える力に特化していきたいなと思うんですよ。で、私自身は自分自身を FX で勝たせることはもう十分できるというふうに思ってますけども、これを人に伝えるためにはどうすればいいのかなってことなんですよ。そのためには、まだ FX で自信がない方にどう自信を持たすか、何が良くなくてどうすれば改善できるのか、勝てるようになるのか、これを正確に見抜いて正確に伝えていくってことに、この10年間ね、かけていきたいと思いますし、そのための最初の1年、これをですね、過ごすためにかなりね、気合を入れて、これまでの6年間をぎゅっと凝縮して、3ヶ月なり半年なりに、してですね、お送りしたいと思います。まあ、この FX オリガルヒコースっていうのは、まあ、何度も言いますけど、かなり気合を入れてね、やりますんでね、自分を稼がせる以上に人を稼がせるっていうのは難しいわけなんですけども、でもそこに挑戦したろうかなと。俺ならできるはずだみたいにね、思っております。はい。またね、FX オリガルヒというシリーズご覧いただければと思いますけども、とりあえずは今日の解説に戻らせていただきます。はい。そして、この週足なんですけども、さあ、ここで新しい展開になるぞということは、もうどなたの目でも明らかだと思います。なぜなら、陽線がずっと陽線できたわけなんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9週間ずっと倍で勝てるわけだったんですよ。こんな夢の9週間、2ヶ月余りはなかなかないんじゃないかなと。ね、一時期は、こちらですよ。この辺で、ファンダメンタルが強いんで私はトレードができませんということで、2週間ほど見てるだけになりました。でもそっからはね、一方的にカチカチカチで、一晩で40万みたいな日もあったり、そこに便乗した方がね、いや、私も30万、40万みたいな感じで声を上げてくださったりとかして、かなり盛り上がったんですけども、さあ、こっからですよ。こっから、一筋縄ではいかなくなります。また元通り難しい FX が始まりますからね。こういう時でも切り抜けられるように頑張っていかないといけません。次の、日足の方を見ていきます。はい、日足はですね、ご覧のように、こういう風に落ち着いちゃいましたね。うん。7つで1週間なんで、だいたいこの四角の中で2週間分なんですけども、そうは言っても先々週は、こっから始まって、やっぱね、買いで終わってるんですよ、陽線で。で、今回は陰線になっちゃってるんですよね、こういう風に。で、だからこう、変わり目なんですよ。で、この変わり目がさらなる倍の方へ、円安の方に向かうのか、それともね、円安は終わって、今度はね、円高の方向に触れていくのかってことを判断しなければなりません。当然ですけども、これ、今日で判断できることではないですからね。で、私たちは1時間でやってますんで、1時間で利益を取ることができるのと、じゃあ、週単位、月単位で、どっちに向かうかってことは全く別で考えていかなくてはいけません。とりあえず先ほどの週足では右肩上がりは変わりません。この日足でも右肩上がりは変わりません。ね。この方向性だけは間違わないようにしていきましょう。大きな流れは右肩上がりです。今わかるのはそのぐらいです。はい、じゃあ次4時間です。4時間はですね、これも右肩上がりなんですよ。右肩上がりなんですけども、しかしですね、前回もお話したように、レンジが発生してるんですよ、もう。横ばいに近くなってるんですよ。もっと大きな枠で言うとこうですよってことをお話しましたよね。だからこっからね、横ばいになってますから、一方的にバイを入れていきましょうってことにはなりません。慎重に見ていくところと、トレンドが発生したらここでエントリーしましょうみたいなことでね、また下3桁まで言いますから。下3桁、ここを超えたら行きましょうみたいな言いますからね。初心者の方はここから、中級者の方はここ、上級者はここって言いますからね。はい、いつもの私の言い方ですよ。じゃあ1時間見ていきます。さあ1時間なんですけども、ついに1時間でも、これ、右肩下がりと言わなければなりません。緩やかに右肩下がりです。ね。この辺にあったチャートが、今はここでしょ。つまりは下がってるわけですよ。全体的に見てもこのローソク足、青いところが目立つじゃないですかね。ですんでここからは小さく見るとね、こちらのトレンドが発生してるんですよ。で全体的には右肩上がりです。週足、日足、4時間ね。でも1時間で私たちは勝負するわけですから、長く見れば買いでいいんですけども、この1日単位でね、1日10本の1時間足で勝負するわけですから、そう考えると、買いでいっていいのかなどうかなっていうところを見なくてはいけません。とりあえず私たちが意識するのは、ものすごく急激に陰線が発達したこちら、そのきっかけとなる点っていうのが、ここから始まってます。ですので、ここに力点を設定しますね。はい。金額にして130円の763ですけども、とりあえずね、129円の今247ですから、この間はちょっと様子見の値動きにしておきましょう。この間ね。ですんで、130円を回復してから正確な解説はしていきますんで、それまではちょっとね、様子を見ていきましょう。ということで今日は解説終わりです。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけどもね、やっぱ週の頭なんで、焦ったことはしないようにしましょう。月曜日でエントリーするっていうのはなかなかないことです。月曜日はしっかりと先週の1週間がどういうふうに過ごせたのかっていうことを反省することと、その反省に基づいて今後見えてない1週間を予測していくわけですよ。軽く。その狭間でですね、月曜日っていうのはものすごく判断難しいんですよ。特に今回は新しい展開になるのか、今までの展開を引き継ぐのかってことを見なくてはいけません。当然今までの展開っていうのは、陰線が出たことによって一回断ち切られたわけなんですよ。でも断ち切られた後に、やっぱり円安だよねっていう風に動き出すのか、それとも円高に一時期触れるのか、全体的に見たらこれからね、円安に行くしかないわけですよ。介入でもない限りね、財政出動を大規模にしない限りは。しかし、何が起こるかわかりませんので、それを1週間単位で見ていく。そのための月曜日、かなり重要だってことなんですよ。はい、じゃあ今日は以上ですね。とにかく今日はエントリーはないですけども、130円、っていう値をつけるまではしっかりと値動きを見ていきましょう。で、今日はね、できれば1時間に1回とは言いませんけども、4時間に1回ぐらいはチャートを見た方がいいと思います。それによって4時間後はどのぐらい変化してるかなってことを軽く予測しながらね、その予測が合ってるのかどうか、その予測の根拠は何なのかってことをよく考える月曜日にしていただきたいと思います。はい、 FX オリガルヒでもこういう風に進めていきますんでね、よろしくお願いします。じゃあいってらっしゃい。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は5月17日火曜日朝5時の相場解説を日足から順番にお届けしたいと思いますけども、今日のテーマはですね、チャートは語るということでございます。チャートは語るってどういうことかっていうと、実はね、私がこうやってチャートを見てるとき、皆さんもそうだと思いますけども、このチャートの中から何かがね、語りかけられているんですよ。それお気づきになりますかね。いや、すごくシンプルですよ。別にスピリチュアル的な謎かけをしようと思ってるわけではありません。こういうことです。ここはレンジだよっていうふうに語りかけてくれてますよね。で、トレンドが発生しましたよっていうふうにここでは教えてくれてますよね。で、ここでは押し目が入って、押し目が入って、そしてここはトレンドが終わりかけていますよってことを話しかけてくれてます。新しいレンジに入るってことなのかもしれませんね。私はここがレンジに入ると思ってるんで、こういう風に枠をちょっと広めに、未来の分までね、予測して設けますけども。そうなった時に、このレンジと、もう一つこのレンジがありますよね。基本的には、私たちはこの間を一方的なバイとかセルによって取っていくんですね。今回はバイだけで取っていきましたけども、上手な人はここもセルで取っているかもしれません。ただそこまでやるとね、ものすごく億万長者になっちゃいますんで、そこまでは求めてませんので、私たちは日々の生活費が稼げればとりあえずは十分だと思いますんで、ね、このトレンドは取っていきましょうってことをずっとお話しております。そしてレンジの中は取れないのかってことですけども、レンジの中はね、実はね、レンジの上底と下底って言いますけども、赤で丸しましょうか。この上のラインと下のラインのこの間の幅が広ければ取れるんですよ。でも狭いと手数料でマイナス食らう可能性が高いんで、やらない方がいいかなっていうところですね。その目安がだいたい上底下底の幅、レンジの幅が70ピップスぐらいだったら、なんとかやっていけるんじゃないかな。できれば100ピップスぐらいだったらいいよねっていうことなんですよね。で、20ピップス、30ピップスを積み重ねていくってことができると思います。さあ、そしてですね、この日足のチャートは語るは以上なんですけども、この時間軸を狭めていくと、この同じチャートでも別の見方ができるようになります。新しいチャートはカルテタルの方でございます。さあ、この中でトレンドと、それからレンジを見分けるとしたら、どういうふうな補助線が引けると思いますかね。一番目立つのはここかなと思いますね。で、次が、ここは箱にしにくいんですけども、あえてしましょうか。こういうふうにね。で、これはね、ブレイクではないんですけども、そうですね。こういう風にしましょうかね。別の見方ができますね。ここかな。ちょっとすいません。スッと引けないところがね、まだ甘いところですけども、こんな感じですね。で、ブレイクして、取っていくところ。さっきと違うのは、このレンジがね、また始まった時っていうのが、こういう箱になってるんですよね。で、トレンドは発生したんだけども、それが戻って、で、新しいレンジになりました。結果的には、だからこういう風にレンジとレンジが被っていくってことになります。で、上手にやれば、こっからここまでが取れるんですけども、そんなことはなくてね、やっぱりここを突き抜けたところからエントリーするのが関の山でございます。で、なんだかんだで跳ね返って、こちらとこちらが上底になりましたんで、箱で囲っていくって感じですかね。で、今後の模様ですけども、じゃあこれは何なのっていう風な形があります。これはね、ブレイクしたと思ったら、レンジに引き戻されたっていう、いわばノイズみたいなもんなんですよね。これが結構あるんですよ。で、これを騙しって呼ぶ人がいるんですけども、私騙しっていうのじゃなくて、こういう特徴も込みで捉えていくのがチャートだと思いますんでね。で、トレンドの発生はここにもありますね。その前のチャートが見えませんので、適当にこういう風に囲っちゃいますけども。こんな感じで箱と箱の間のこのトレンドを取っていくのが、まずは一番最初の戦略になります。テクニカルのね。だからテクニカルってもう、いきなり逆高峰みたいなのが出てきたりするわけじゃなくって、基本的には、レンジとレンジの間のトレンドを取っていくって形になります。その方法としては、レンジからブレイクする瞬間を狙っていくってことになりますんで、私の相場解説でも、このブレイク狙いっていうのがね、かなり出てくると思いますね。で、レンジに入ったら、なかなかエントリーできないから、見るだけ、みたいになったりね。トレンドが発生しても、上下にギザギザになっちゃうと、手がつけられなくって、ランダムウォークとか言ったりします。そういう時もやっぱり手を出しません。大事なのは、どんな時に手を出しちゃいけないのかってことを、まず見分けることです。わからない時に手を出さないってことですよね。あと、分かった気にならないことですよ。そのために、こうやって日々、補助線を引いて練習するわけですよ。で、今は非常にね、分かりにくいところに入ってますんで、あんまり無理しないでいきましょう。これが1時間足なんですけども、この前もお話したように、昨日に引き続いて、これがね、右肩下がりになってるんですよね。だから厄介。右肩下がりの中でも、15分足とかで見ると、今回見ませんけども、上昇トレンドが今度発生してるわけですよね。だからこういうふうに、1日足、4時間足、1時間足、もしくはその下の買い足が、右肩上がり、右肩下がりがバラバラになってると、これエントリーすごくしにくい状態なんですよ。だからできれば、すべての時間軸が同じ方向を指し示している時の方が、勝つ確率が高いですからね、そこを狙いたいですよね。こういった形でチャートが何を語ってるのかってことを一つの時間軸につき1個か2個拾っていくと、だんだんエントリーしていくべきなのかどうかってことがわかります。で、語ることが多いとこれは勘違いですから、それはね、もうちょっと理解を深めた方がいいのと、語ることがやっぱり少なくてゼロばっかりだとこれまたできないですからね。だから一つの画面で時間軸で1個か2個語るところが見つかると、それによってエントリーの判断がつくよってことですね。今日のチャートは語るはそんな感じでお届けしようかと思いますね。まあ以前みたいに一方的に円安が進むってことはなくなりまして、まあ結構バランスしてるところかなと思います。129円前後で。で、前回の放送でも申し上げましたけども、この129円がね、130円ぐらいになった時に新しく相場ってのは叩いていけるようになるんじゃないかなと思うんですよね。このあたりです。このあたり。ぐちゃぐちゃってなったでしょ。で、これを伸ばすと130円ぐらいなわけですよ。これがだから、ゾーンということになります。はい。じゃあ以上です。ゾーン、引けました ?1 時間のゾーン。これが分かると結構ね、目星がつくんですよ。というのが、この上昇トレンドが、ここにぶち当たった時に、ゾーンとトレンドが、こう、クロスするわけですから、新しい判断ね。ブレイクして上に行くとか、跳ね返って下に行くみたいな、エントリーのポイントが見えてくるわけなんですよね。で、現在これは上昇トレンドからちょっと横ばいに入っちゃいましたんで、また時間かかりそうだなと思って、今日のエントリーはなしよっていうふうなね、結論になるわけですよ。まあ今日は以上でございます。5月18日になりました。速稼塾の久保でございます。今日の相場解説、5時13分にお届けしておりますが、昨日の夕方のね、まあ時間帯で一旦レンジを仮設しました。で、それがですね、上底が129円の500、下底が128円の800で、上底の方は130円ジャストぐらいを考えていますんで、まあ、ですから、仮設置ということですよね。この間でレンジが測れると思います。昨日の時点でね、夕方ぐらいにこういう風にレンジの赤い線2本、まあ、ぴったりここじゃなくてもいいんですけども、だいたいここら辺に補助線引けた方っていますかね。かなりセンスがいいと思いますよ、そういう方は。こういう風に自分の引く補助線と、まあ私というかね、なんかこう、まあ上手な人ってすごい言いにくいですけども、勝ってる人の、この補助線をね、どのぐらいギャップがあるのかを確かめながら進めるとよろしいかと思います。もちろんね、今までと同様に、私の方に、引いた補助線をメールとかで送っていただければ、添削させてもらいます。その際はね、一般公開をすることが多いと思いますので、プライバシーに配慮しながらしますんで大丈夫ですよ。こうやって、まあいろいろ試しながらね、力をつけていきましょう。学んで試す。学んで試す。失敗して失敗から学ぶ。成功して有頂天にならない。まあこんな感じで繰り返していけばいいんじゃないかと思います。それでは、現時点でのチャートを見てみましょう。じゃんということで。どうですか？レンジ結構守られてるでしょ？うん。で、もう一回補助線をこの時点で引くとするとですね、こういう風になるんじゃないですか？ちょっと大きめに今回は取りますね。ここと、だいたいね、下ブレが上の方に修正されるんですが、まあ一緒でいいでしょう。ここ。この間のレンジでとりあえず大きく取っといて、もうちょっとシビアに行こうと思ったらね、こちらですね。ここを合わせていくといいですね。だからどの、ロウソク足からこうやって補助線を引くのかってことなんですよ。今回上底はこことここと実体のここという形で合わせて、下底はこことここを、まあ、軸にしましたけどね。こんな感じでポイントを上底で2つか3つ、下底で2つか3つ、通してみると分かりやすいと思います。で、最初に引いた大きめの上底の仮説っていうのは、こちらのひげ先からちょっとですね、この辺になってます。こんな感じで、今週は見ていこうかなと思いますね。こうすると、やっぱりレンジオプションを引けないことはないんですけども、やっぱりこの間にゾーンを設定してですね、で、ブレイクエントリーを目指していこうかなっていうふうな戦略になります。まあ今日お話しすることは以上で終わりです。短いでしょ。だからだいぶ見やすくなってきたんで、こっからはいつも通りの戦略を立てるだけなんですよ。だからこういうのがね、ドカーンと出ちゃうと分かりにくかったりするんですけども、まあでも、いずれこういう風なレンジに収まっていって、そのレンジで戦略を立てて、ブレイクアウトを狙うって感じで、ブレイクアウトの後はトレンドが発生したりしますんで、発生しないこともありますけどね、発生したらラッキーラッキーでね、ずっとワンサイドゲームができるということになります。以上です。で、ちょっとね、私今後考えていることを簡単にお話しておきます。50歳にもうちょっとしたら私半年ぐらいでなるんですよ。で、もう始めてますけども、50代では FX をかなり比重重くやろうと思うんですよね。これは自分の資産を構築するっていう考え方よりも、まあ私の FX の成績はこのまんま安定していけばいいなと。それこそ年商でね、年収とかで1億2億を FX でというふうには考えてないんですよ。そこまでしちゃうとかなり FX にね、時間も取られちゃいますけれども、そこまで行くんじゃなくって、今度はね、FX のこういった相場解説の伝え方ですか、伝え方を、主観的にも客観的にももっとね、もう分かりやすくしていきたいなと思ってるわけなんですよ。で、その一つとして、当面考えてるのは、なんですかね、投資助言業ですね。これを避けては通れないかなと思います。投資助言業っていうのは、資格なんですよね。いろいろと調べてみたんですけども、調べてはいるんですよ、ずっと。その中で皆さんにお伝えするとすると、簡単にですね、言えば、この投資助言業っていうのは、まずは申請に15万いるんですよ。ね、15万いって、なんやかんや書類とか審査とかがあって、で、投資助言業を本当に正々堂々とやろうとしたら、供託金を500万出さないといけないと思うんですよ。まあその供託金500万全く問題ないんですけども、まあそうなるとね、本当に本格的な事業や指導とか、時には、まあ一定のお金を預かったり預けたりとかして、やり取りするってことになります。もちろん、投資のお金をですよ。そういった世界にも自分も、まあ手をかけてるんだなと思ってるんですよ。で、今までみたいな、その、教材の販売とかね、まあ個人的なアドバイス、コンサル程度でしたらここまでいかないんですけども、まあそのぐらい私考えてね、この50代っていうのを過ごそうと思うんですよ。10年間、どのぐらい、正々堂々とね、FX の市場者として、同世代を導いていけるのか。特にね、ロスジェネ世代に FX で大ホームラン打ってもらいたいなと思うんですよ。もちろん、100人が100人全員がね、FX で逆転できると思いませんけども、でも、一人でも多く、FX で人生の活路を取り戻していただけるんでしたら、私はね、そういう人たちと一つの軍団として、チームとしてね、今後の人生の後半から終盤にかけて、深い付き合いの仲間を作れると思うんですよ。FX をちょっとやって、あとはお互いの趣味や喜びに、グルメに温泉に、なんかね、浸りたいなと思ってるんですよね。まあ言ってみれば、みんなで家族みたいな感じです。リアルな家族がいる人もいない人も、全員で昭和の古き良き時代をちょっと思い出したりとかね。なんかこう、若い頃の夢を、今だからこそもう一回やってみるとかね。そんなことを考えております。はい、ちょっと、余計なことっていうかね、関係ないことをお話ししましたけどもね。そういうふうに考えて FX オリガルヒってのを考えてるってことですね。はい。じゃあ、今回以上です。また詳しく FX オリガルヒのコンテンツは流させてもらいます。ありがとうございました。はい、おはようございます。5月19日5時15分の相場解説になります。今日は1時間軸だけでお届けしようかと思いますけども、昨日まででレンジを、設定していたわけなんですよね。ざくっとですね、この2つのレンジです。赤線が引いてありますけども、128円の830あたり、それから上の方が129円の502。まあこれは場合によってはね、130円。上の方を目指すんだったら130円でも良かったんですけども、現在ね、ここでブレイクアウトして、この距離が取れているんではないかなと思います。距離にしてだいたい5、60ピップスから70ピップスですけども、まあ、すいませんけど、私はエントリーしてません。というよりも、朝起きたらこういう形になってたんで、予約注文もしてないんでね。まあでも、このレンジ戦略は、今回もうまくいったなっていうことで、一つ、また勉強になりましたね。レンジ戦略。よろしいですかね。これだから、張り付いて見てる人とか、細かく見に来てる人って、これで、やっぱり利益が取れるってわかるでしょ。大事なのは、この二つの、ね、ポイントですよ。何がポイントかっていうと、レンジが引けたかどうか。この2つのポイントってのは何かっていうと、上底と下底がちゃんとね、このブレイクアウトが起きてる前に指し示すことができたかどうかになります。ね、もういいでしょう、これで今日の説明は。ブレイクアウト狙いでレンジを見ていたらそうなったわけですから。まあもちろんこれレンジ内をね、取るっていうことも考えられたんですけども、ちょっとこの距離だとね、そんなに無理していかなくてもいいかなと。要するに70ピップスぐらい上底と下底の差があったら取れることは取れるんですけども、それでもね、やらない方がいいですよ。70ピップスくらいだったら。もっと広いね、レンジの場合だとやりやすいんですけども、まあ70ピップスね、やってもやらなくてもいい微妙なところなんですけども、私はリスクを感じて、レンジでやるよりもブレイクアウト狙いでレンジを見た方がいいかなと思いますね。はい。それから、こっからなんですけども、特徴的なのがこれですよ。髭を出した、下髭を出した陰線4線があるでしょ。これダブルボトムになる可能性がありますからね。ね、これは私の経験と学習から来る予告ですけども。ダブルボトムからの、だからここがね、売りに回っても急速に巻き戻される可能性があるってことなんですよ。常にその予感にここはさらされるんですよ。だからゾーンができます。で、ダブルボトムをついたら今度は、これ全部をぶち抜いて、ズバーンと上に行くっていう図になりますからね。そうなると、右肩上がりが1時間軸で実現して、また再び全時間軸が右肩上がりになって。で、日足の方もね、日足の方ちょっとお見せしましょうか。日足の方が、こういう風になっていって、上昇トレンドからなんか横ばいみたいなもじゃもじゃになったでしょ。これがだから、今度は陽線で突き抜けて131円、132円の方に向かうってことですよ。そういう風な図式ができるってことですよ。はい。ということで、本日の解説は以上ですね。FX オリガルヒのまたね、第3話の方を作りましたんでご覧いただければと思います。今日はね、投資助言業についてもちょっとお話しています。はい、以上です。ありがとうございました。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。午後1時になりまして、FX の相場解説、今朝お話したのと、だいぶ形が変わってきましたね。今朝お話したのは何でしたっけ？図の方で書き込んでいきますよ。まずは、レンジがありますよね。レンジを軽くこういう風に、上底と下底こういう風に定めました。で、ここをブレイクして、ブレイクアウトが起きたよってことを今朝お話したんですけども、その後でね、ブレイクアウトの後の、これダブルボトムが来るんじゃないかなってことまでお話ししましたよね。で、結局、ダブルボトムは成立して上の方に行きました。プラス、ここからが大事ですよ。包み足が出てます。プラス、赤三平です。これをどう捉えるでしょう。テクニカルでいけば、上昇局面が現れたというふうに判断します。ここまでの仮説はずっと合ってきたわけなんですけども、これからもこの基本的なテクニカルの流れは、まあ、高い確率で成功するんじゃないかなと思いますんで、このまんま大きく上昇する、その局面に入るということを、私はね、ここでお話しさせてもらいます。まあでもこのぐらいの仮説はもうすでに皆さん立つと思うんですけどね、いかがでしょうか。はい。必ずそうなるとは限らないですけども、テクニカル的に言えば、かなり高い確率でこうなるということが、今までの例で証明されてますし、私の記憶でも大半こうなってるなと思いますんで、素直にこの形でエントリーしようと思いますね。じゃあ本日は以上でございます。リスクヘッジを忘れずに、ロスカットラインは必ず設定してください。はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は5月20日ですね、時間にして4時30分なんですけども、昨日、までの動きと、ここまでの動きをちょっとね、追っかけていきましょう。昨日はね、急落の後、ダブルボトムから上昇で赤三平をね、出して、上昇のサインが出ていたということをお話しました。ところがですね、気をつけないといけないのは、このレンジなんですよね。レンジの2つのラインなんですけども、ここの抵抗体で弾かれて、なんとですね、この、ダブルボトムもあったし、それから赤三平もあったところが打ち破られて、下の方に行っちゃいましたよね。で、5月19日の昨日の18時夕方、夕食後なんですけども、トリプルボトムを私は疑ったわけなんですよ。今度はここと、こことここのトリプルボトム。で、そうなるのかなと、トリプルボトムを描いて、さらに上昇して、その時はここを破って、ここも破って、本当の上昇に向かうのかなと思って見ていたんですよ。その他、この形ってのは、ソーサートップってのが考えられます。ソーサートップってのは、その後さらに下の方に向かうんですよね。で、こういった仮説まで立てたんですよ。通常はここまで考えません。通常はね、トリプルボトムぐらいを読んで終わりなんですけども、この弾かれ方はもしかしたらと思ってソーサートップを疑ったんですよね。で、ちょっと時間をずらして、はい、19時です。19時なんですけども、先ほどの時間軸から1時間経って、トリプルボトムですよ。トリプルボトムってどういうことかっていうと、ボトムで、こんな感じですよね。ここのラインで、上に向かうんですよね。ダブルボトムよりもトリプルボトムの方が上に向かう威力が強いんですよ。ただ同時に先ほどお話したような、ソーサートップも疑っていたんで、突き破るようだったらソーサートップかなと思ったんですよ。で、ソーサートップを疑ったのが19時で、まあこれからね、私チャートから離れて、まあ寝るわけなんですけども、その後ね、朝4時、つまり今の時間軸に来ました。さあどうなってるでしょうか。トリプルボトムのラインがここだとしてですね、ここと、ここと、ここと、ここ。結局トリプルボトムにはならなかったんですよ。で、そこでもう一つの最後の薄い可能性、テクニカルで言うとね、ソーサートップってものを疑いました。ソーサートップってのはね、大体ね、こういう形になるんですよ。こういう形になって、ちっちゃく跳ねて、その後、下の方に向かうんですよね。ソーサートップの逆の形もあります。下の方に掘り込んだものが、まるで上下逆さに移すようにこういうふうな形になって、上に突き抜けるってやつですね。はい。でね、今、ソーサートップの疑いがさらに濃くなったわけですよ。ここを突き破って下に行ったわけでしょ。ですんで、さらに下の方に向かう流れを作っていくんじゃないかなというふうに、テクニカル的には考えてます。ね。もちろんね、このテクニカルの考え方を、時にはぶち破ってそうじゃない、まあ、反対に来ることもあるわけですよ。ですんでロスカットラインが必要になってきます。そもそもその形ってのは、もともとは、このレンジっていうところが引けなければ、ここまでのシナリオは立てられないんですよね。すべてがこのレンジを、やっぱり正確に引けたからこそのこのシナリオなんですよ。で、最終的に操作トップまで考えなくちゃいけないのは、まあかなりね、高いレベルには来ていたかと思いますけども、まあでもね、私がいつもお話している、基礎知識と、あとテクニカルのね、4つの手法があれば、ここぐらいまでは考えられるということになっています。皆さんはどのようにお感じでしょうか？はい。いかがですか？ここまでのシナリオ。で、シナリオが途中から、トリプルボトムがそうじゃなかった時も、ちゃんと次のシナリオ、つまりソーサートップっていうのまでは考えられて、すぐにね、こうやったシナリオを修正できるのがテクニカル理論なんですよ。で、FX オリガルヒっていうね、そういった取り組みを私がこれからしようとしているところはもうご存知の方も多いと思います。本当にいつもね、この FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございました。今まで投資の世界には様々な事件がありました。例えば、暗号通貨の世界までいけばね、ビットコインの暴落の出川ショックっていうのがありましたし、ICO ブームもありましたし、投資詐欺みたいなね、まあ、最近ではエクシャがそうなんじゃないかなって疑われたりとしますけどもね。それから、ノアコインのブームもあったでしょう。スピンドルのブームもあったでしょう。あれはどうなってるのかなってところを皆さんね、考えてるかもしれません。そして、ネットワークビジネスを中心とする MLM っていう形でも、なんだかね、気持ちの悪い終わり方をしてるのもありますし、それからまた、再度ビットコインの暴落が昨今ありましたよね。また、コロナショック、ロシアショック、様々なショックによって相場ってのはいっぱい変わるし、その相場自体が崩落したりもするわけなんですよ。はい。しかしですね、この6年間、FX を中心として私は投資の世界を見てきたんですけども、気がついてみたら、FX のテクニカルだけは、どういう風な形にこの相場の世界がなろうと、金融の世界がなろうとも、テクニカル理論でずーっとくぐり抜けてこれたわけなんですよね。それこそ、ビットコインの暴落があっても別にあんまり FX にはね関係なくテクニカルの理論で値上がりすれば値上がりで取る。値下がりすれば値下がりで取る。それができたわけなんですよ。その他、国際情勢がどう変わってもね、なんとかショックっていうのがあっても、それから昨今で言ったら、ロシアのことがあってもですね、一瞬はファンダメンタルに左右される割合が大きいんで、私は相場を冷静に見ること、エントリーをする、しないを2週間にわたってね、ノーエントリーで過ごすということを宣言してまさに2週間半、そのように見てるだけで過ごしたわけなんですけども、いよいよテクニカルが動くようになってくると、テクニカルでみるみる利益が取れていくわけなんですよね。まあそういった形で資産を防衛するにも、攻撃的に増やすにも、そして守備的に増やすのにも、FX だけは常に同じ理論理屈でずっとやってこれたわけなんですよ。この6年間、FX をやったことによってずっと資産を防衛できましたし、力もつきました。でも他の資産っていうのは、例えばね、私の保有している暗号通貨ですら、目減りしたり、それから売り損じたりね、損失を出したりするわけなんですよ。FX だけはテクニカルという手法一本でずっと利益を出してくれてます。まあこれは皆さんもね、客観的にもご存知だと思いますし、確かになと。FX っていつの時代も同じだよねっていうふうにして、一回 FX のスキルを身につければ、生涯お金のことは心配なくなるわけなんですよね。で、そういった人々をまとめ上げて、力をどんどんつけていく、勉強する、遊んでいく、楽しんでいく、夢を追いかけていく、そんなグループ、FX オリガルヒっていうものがね、これから、しっかりと打ち立てられればいいなと思っております。近日中に募集内容、さらにね、細かく公開しますので、こちらの方もお楽しみにされておいてください。まあ、FX オリガルヒっていうのは基本的には私のテクニカルね、今ずっとお話してますけども、私は自分の手法ではなくて、テクニカル理論を紹介してるだけですからね。私の手法じゃないんですよ。オリジナル手法でも何でもないんですよ。テクニカルを学んだ通りにやったらこうなりますよっていうのを6年間お見せしてきて、他の資産がどういうふうに変化しようとも FX だけはずーっと利益を積み上げていくっていうことを私の体で人体実験をした、そんな毎日の相場解説、ついに6年もやってるってことなんですよ。ね。いや、すごいなと思いますよ、私なりに。はい。FX にフォーカスしたの間違いではなかったと思います。私が FX を始めたのが、そうですね、6年前ですからね。44。もうすぐ私50ですよ。うん。よくぞ50代の私に、40代の私、FX をプレゼントしてくれたって、そんな気持ちでございます。はい。じゃあ本日は以上でございます。ありがとうございました。こんにちは。速稼塾の久保でございます。まあ、連日、お話しています FX オリガルヒーなんですけども、私ね、テクニカルをそのまんま使えば勝率が上がるってことを自分の体で証明してきたつもりなんですよね。そもそも自分だけの賢さとか自分だけが編み出した手法で勝ってるわけでも何でもなくって、きっとね、FX を自分で講師をして人に教えてる人、コンサルしてる人っていうのは多分自分だけがわかる方法を教えますみたいなんですよ。で、私思うんですよ。私だけが気づいている方法ですみたいなのは、その人にしか扱えない可能性が高いんですよね。でも、時代と人種を問わずに普遍的に使えるテクニカルトレードっていうのは、テクニカルを丸々コピーすれば、同じような勝率、まさに私の出している勝率が出せると思うから、私はオリジナルの手法を出してないんですよ。まあ、テクニカルトレードの中には、移動平均線を使ったものがありますけども、私はその移動平均線は使わなくても、もしくはね、もっともっと他のインジケーターとか使わなくても、勝率が出せてますんで、だから、まあ言ってみればあれですけど、必要最小限のテクニカルで、自分の生活費を稼ぐっていうね、このバランスを作り上げてるわけなんですよ。これはね、改めてまたお話ししたいと思いますけども、とりあえず、今日の、このね、相場解説でも、聞いたことがないことは出てこないと思いますんで、私だけが知っているみたいな情報はね、全然ないですから。うん、それこそ、テクニカルという枠の中で、ちゃんと勝てるように、私もやってますし、それを伝えるために、伝わりやすく、お話ししやすく、伝える能力をもっと磨いていかないなと思ってるわけなんですよね。はい、それではね、今日の相場解説、行ってみましょう。はい、日足からなんですけども、まずはね、もう同じことになりますけども、ここにレンジってのがあるでしょ。レンジも聞いたことあるでしょ。で、ブレイクアウトですよね。それから N 字を書いていく。全部聞いたことあるでしょ。これを全てのことが起こる前にこうなるんじゃないかなっていうふうに考えているのがテクニカルトレード。まあ、つまり私が常にやっている、6年間やってるやつです。最初はそのテクニカルと私の考えがこう噛み合わなかったんで、誤解をするところが多かったんですけども、結構最近はね、思った通りになっているところが多くて、まあ皆さんにもね、迷惑かけずに済んでるかなと思います。ただ初期の頃に、数百人から数千人の視聴者さんがいた頃は、私のレベルが未熟だったんで、なんだって離れていった方もいると思うんですよ。でも、私の力がつくに従ってテクニカルを正確に表現できるようになるに従ってね、そのテクニカルについてこれない方ってのはどんどん逆の意味で離脱していって、まあ今ね、50人から100人の方が常に私のこの日々の相場解説を見てくださってるんですけども、その方っていうのは、まあそこそこテクニカルを受け取る力量がついてきたんではないかなと思うんですよ。ただ肝心なのが、こう気をつけなくちゃいけないのが、テクニカル以外の魔法の手法があるんじゃないかなっていうふうに期待してる方は、まあちょっとね、焦るところがあると思います。そういうのはありません。はい。で、冷やしなんですけども、どんどん135円とかね、そっちの方向に行くのかなと思ったら、ここで天井を作りましたね。ダブルトップ。ね。髭先のダブルトップですよ。ここが行動の限界点なんですよ。そういう風に判断するのがテクニカルです。で、下がっていって、ヘッド&ショルダーに似た形を高値圏で作ろうとしてます。ここに気づくのが大事なんですよ。ヘッド&ショルダーに似た形です。頭がね、とんがってなくて台形になってますけども、こういう風にね。でもダブルトップから結局下がってきてるわけでしょ。で、こっからどういう動きをするかっていうのを見ていかなくちゃいけないと。一旦上がって、本当にこうなるのかね。それとも、そうではなくって、こういう風に跳ね上がってさらにね、推進波を作っていくのかですよ。で、これ全部テクニカルでしょ。テクニカルで、その範囲内で予測するんですよ。だから、外れの可能性が低いと。外れたとしてもロスカットで止まるってことなんですよ。じゃあ4時間いきましょうか。4時間なんですけども、4時間はね、注目するのはここ。ぐーっと上がっていって、操作トップを作ったよねって話をしましたよね。いや、結果的にはダブルボトムからトリプルボトムになったのかなと思ったんですけども、そうではなくって、ここを突き破って、操作トップで、この、なんですかね、下落ができたんですよ。で、その後上昇したんですけども、操作トップのこちらのレジサポラインにぶち当たって下に下がったでしょ。だから操作トップの後ってのは下に行くわけなんですよ。それもだからテクニカルでお話した通りです。この操作トップにトリプルボトムが外れた瞬間に気づけるかどうか、新しいシナリオをかけるかどうかっていうのはテクニカルをどれほど身につけているかっていうことに関わってくるわけですね。じゃあ1時間です。はい。1時間。操作トップの左の方は消えちゃいましたけども、こういう風に上がってきたのが、ね、操作トップここで、一旦落ち着いてもう一回上がって、で、トリプルボトムかな。トリプルボトムだったら操作トップを作らずにこういう風に上がっていくんだけどなと思ってたら、突き破ったんで、で、レジサボでまたぶち当たって下の方に行った。だから、ここは取れたよねって話ですよね。いや、私はすいません。たまたまここね、分かっていながらエントリーしてなかったんですよ。うん、ちょっとね、遊びに行っちゃったんでね、家族で。はい。それで、跳ね返ってきて上に上がったけども、ここで抵抗体を形成して、髭を作りながらね、3つの大きな髭が出てますけども、下の方に行ってると。場合によってはこれレンジに伸びるかもしれませんし、もっと大きなレンジになるかもしれませんけどもね。これは週が明けてから確認するところです。とりあえずはここまでのシナリオは自分のね、私のテクニカルを用いた相場解説がそのまますっぽりいったところと、外れたんだけども次のテクニカルにどんどん修正しながら追っかけていけるところとが、この1週間見えたんではなかろうかと思います。皆さんのね、まあ仮説はどうだったですかね。はい。じゃあね、こんな形で今週も、まあ、華々しい利益はね、一時期みたいには取れなくなりましたけども、それも、いろいろと落ち着く面は落ち着いたのかなってとこですよね。様々ね。ここで多くは言いませんけども、まあ、世界の状況を考えると、まあ、落ち着いてきて、ファンダメンタルはだんだん効かなくなってきたなってとこですよね。一時期はね、ファンダメンタル4月の下旬ですか。ファンダメンタルがむちゃくちゃ入り込んできたんで、私もすぐにテクニカルが通用しないと思って撤退しましたけども、その後、ファンダメンタルもある程度積み重なるとテクニカルに解釈できるということでね、そこから快進撃を告げて今に至るわけですけども、やっぱテクニカル強いですね。繰り返しますけども、私オリジナル手法は入ってません。移動平均線に関しましては、5日、8日、13日っていう変則を用いてますけども、だからこそ移動平均線、めったに出てこないでしょ。私言うことはないでしょ。これはだからね、テクニカルにはないんですよ。こんなおかしな移動平均線の日数ってのが。だから用いてないところもありますし、まあ現実移動平均線に頼らなくても、こうやって相場解説もできますし、で、命中率もいいですからね。テクニカル最強と思ってるわけなんですよ。それでは本日は以上です。また来週。こんにちは。速稼塾の久保でございます。いつものこの画面からお送りするんですけども、今回はね、ちょっとね、真面目で大切なお話をしようかと思います。なぜなら49歳の私が50代の10年間をどのように歩んでいくか、どのように自分の暮らしや生活や資産構築をしていくのか、そして皆さんとどういうふうにお付き合いしていくのかってことを、大きく決断した、そんな放送になるからなんですよね。その一つが FX オリガルヒというテーマになります。ずっと今まで、10年間、速稼塾を運営してきたんですが、その速稼塾の運営の中身ってのは、その時代時代に合わせて変わってきました。で、その中で、今回速稼塾がね、初めて大きく転換する機会になると思うんですよ。それが FX オリガルヒというもので、今までも FX の相場解説をしたり、小さな教材は出していたんですけども、いや、このぐらい本格的にやっていこうと決断できたのは、本当皆さんのおかげであるのと同時に、ますますこれからね、金融というものに重きを置かなければ、もうやっていけないような国になってしまったんではないかな、時代になってしまうんではないかなと思うからなんですよ。さあ、それで、この FX オリガルヒっていうのは、速稼塾のバージョンアップ版としてね、お送りしたいわけなんですけども、今回は詳しく内容をこちらの方でね、お伝えしたいという気持ちなんですね。よろしくお願いします。はい。では、FX オリガルヒというものなんですけども、お話したように、50歳を迎えるにあたって、速稼塾を FX に重点シフトするということを決断しました。もちろん、その他のコンテンツも出していくと思いますけども、やっぱりね、7割から8割ぐらいは FX に特化した、そんな速稼塾に運営を切り替えていこうと思います。で、今まで速稼塾ってのは、自己アフィリエイトを中心とするアフィリエイトのスクールとして始まった。それが2013年からなんですが、途中でね、MLM ってものも攻略するために採用した代理店事業っていうのがありました。まあこれはね、今ではもうほとんどやっていないんですけども、新展開を迎えております。で、次。やっぱ YouTube を攻略しなければ何も始まんないなということで、私は最初から YouTube やってきたんですけども、YouTube を強くお勧めするような速稼塾という形もありました。その次に暗号通貨についてね、多くの人にお伝えしてきたものがあります。主にカルダノを中心としてです。まあこの時に私の YouTube チャンネルの登録者の方っていうのは爆発的に増えて8000人ぐらいプラスアルファになったんですよね。いや、すごい勢いで暗号通貨が伸びていきました。それから投資というものをもう一回基礎からやっていくために FX を速稼塾の常時コンテンツの中に取り入れて現在6年になるわけなんですよね。さあ、それで FX オリガルヒっていうのは今までやってきた時代に合わせて変わってきたものに加えてですね、いや、もう一歩踏み込んで FX を本格的にやるためにはどういうふうにこれから作っていけばいいのかなってことを考えた結果、今回の FX オリガルヒというね、新興財閥って意味なんですけども、FX によってもう新しい資産構築の方法を作っちゃおうよと。FX によって、まあ資金的にもっと時間的にも楽になっていこうよってことでね、漠然と青写真を作ったところから今回の具体的な形になりました。私は具体的に3つの目標を掲げています。すべて50代ではっていう前提になります。もう私もね、もうちょっと半年したら50歳になっちゃうんですよ。で、50代ではね、私は自分の仕事として FX を投資助言法人っていう形にしたいと思ってるんですよね。もう気持ちだけはね、日本一の FX チームを作るという、そんな考えです。毎年、この会員さんを募集していこうと思います。まあ、つまりは速稼塾の塾生さんを募集するというよりも、まあ、FX のね、特別チームを作っていこうよというふうに野望を抱いてるわけなんですよね。もちろんうまくいくかどうかわかりませんけども、こういう目標を50代の10年間で打ち立てていこうかなっていうことで、今回の FX オリガルヒということになったわけなんですよ。まあ高いレベルのように思いますけども、最初はね、本当に普通の FX のコミュニティみたいなところから始まりますんで、ハードルの低い位置に参加していただければなと思います。一緒に成長していけるんじゃないかなと思います。で、50代ではですね、2つ目なんですけども、FX の資産構築法の継承したいんですよね。まあ私、今ではね、大きなことを言うつもりはないんですけども、FX をやれば、もう大体勝つんですよ、今は。金額大きい小さいとか、ロット大きい小さいは別にして、とりあえず FX にログインすると、いくら勝つかなっていう勝負なんですよ。特に週単位ではもう負けないと思います。まあ、ですんで、このね、資産構築法を継承していきたい、伝えていきたいと思っています。これが50代での目標になってきます。まあ、今までね、教材は出していたんですけども、私が指導するっていうところまではなかったわけですよ。もちろん個人的にご連絡いただいた際には細かくご指導ね、申し上げたんですけども、まあそれも本当に個人的なレベルだったんですよ。これからはもう公にも、個人的にも、本当にね、通用するものを継承していきたいと思います。つまり私と同じように年間で1000万前後、もしくは調子がいい時は2000万ぐらい稼ぎ量の人を徐々に作っていければなと思うんですよ。もちろん資産の問題もありますので、最初余剰資金がね、10万とか20万ぐらいしかない時にはどう頑張ってもそんな金額にはなりませんけども、ただ、勝利の法則がね、身についていくって、少なくとも4対6で勝てるようになってきたら、これはあと、資金をどうやって作っていくかっていう問題になりますので、どっかでね、資金を作ってきて、FX で徐々に増やすみたいな方法にもなるんじゃないかなと思います。ちょっと具体的に言うとね、うちの息子、大和くん、10歳をめどに FX の継承したいと思います。これはね、10歳から始めるのか、10歳までには完了するのかってことをちょっと曖昧にさせてください。というのがまだ大和くん、文字も書けませんので、今なんとなくわかんないんですよね。それから大和くんがね、例えば野球の選手になるかもしれないし、YouTuber になるかもしれないし、必ずしも FX に興味を持つとは限らないんですよ。あとうち一応ね、民謡の家元ですからね、大和くんが3代目になる可能性もあるんですよ。私一応2代目でございます。ですんで、大和くんのことは意識はするんですけども、基本的にはね、塾生さんに、継承をしていただきたいかなと思います。つまり、今日49歳の時点での久保哲郎の実力が、例えばね、3年後とか5年後分かりませんけども、私みたいに FX を毎日やって、そこで週単位では負けないよと。年間で500万とか1000万の利益を上げるよっていう人を、なんか5人とか10人とかね、そのぐらいのレベルで作っていきたいなと思うのが50代の野望なんですよ。はい。で、3つ目です。50代では FX プロトレードのコミュニティ作りたいなと思います。もちろん、儲けてる人がいっぱい集まってほしいんですけども、そうでなくてもね、コミュニティとしてなんかレジャーを楽しんだりね、家族の問題語り合ったりとか、それから FX のコミュニティですから、なんかレースをしてみたりね、じゃあ1週間でどのぐらいなんか競い合っていきましょうとか、それからみんなでコンテンツを作成して世の中にリリースしていくとかね、それからこのコミュニティに参加している人の一人一人のコミュニティを作ることに協力したりとかね、なんか紹介文をみんなで作ってあげたりとかっていいじゃないですか。そういう風にして、今、速稼塾で小さな、速稼塾のね、塾生さんの作っているコミュニティを応援したりとか、そこを紹介したりとかしてますけども、そういった形で FX プロトレードのコミュニティを作った暁にはそこで皆さんの FX のコミュニティね、皆さんが生徒さんを持って、それを教えていく、応援していくってものを、こう、みんなでね、大きな、この FX オリガルヒっていう大きなチームでもサポートしていきたいなと思うところでございます。はい。まあ、というのはね、やっぱり FX オリガルヒって、後々、順調にいけばね、募集金額かなり高くなると思うんですよ。で、そうなると、オリガルヒには入れないけども FX を学びたいねって人が、オリガルヒのメンバーの作ったコミュニティに入るっていうことはできると思うんですよ。そういうことまで考えております。はい、次。やっぱりね、ここで私50代のうちに資格取得を目標にしたいと思います。資格取得と必要な信頼構築ですよね。まず信頼構築のことから話していきます。どうやって私がね、自分のことを信頼してもらえるように努めていくかってことは、今までの通りに返信の速度と、で、量産されるコンテンツの量ですよね。この行動量によって分かってもらっているんではないかなと思いますし、今後もこの速度とコンテンツ量は伝え続けていきたいと思います。ね、なんかよくね、コンテンツ売ってる人とか、人を募集するとき、入金までは一生懸命やるんだけども、入金して、さあスタートって時にいきなりペースが遅くなったり、連絡がね、すごくつきにくくなったりすることがあるんじゃないかなと思うんですよ。だからそうではなくってね。そうではなくて、私は今まで以上にバリバリやるよってことまでは言いませんけども、ただね、少なくとも今までよりもペースが落ちることはありません。この返信の速度と、それからコンテンツの提供量ね。今でも1日に数十人の方とコミュニケーションしてます。メッセージをいただいたら動画で返信したり、個別のメッセージを入れたり、メールで返信したり、Facebook、Twitter、そしてメール、YouTube のコメント欄使ってますけども、でも、今までと同じペースでやっていきます。今まで以上のペースになるかどうかわかりません。でも頑張ります。はい。皆さんがね、ものすごく私を必要としていただければいただくほど、私もたくさん行動して早く返信することになると思います。そこで3つのスローガン、誰よりも行動量を多く、誰よりも分かりやすく、そして誰よりも身近にね、友人のように家族のように皆さんとは柔らかく接していきたいと思います。いかがでしょうか。もうちょっと説明聞いてくださいね。はい、投資助言業ってものについてお話ししようと思います。投資助言業、私が50代で取得したい資格と、そして信頼、さらに顧問先も50代では取っていきたいと思います。顧問先ですから塾生さんの募集ではありませんよ。で、この顧問先ができた暁には、できればね、このオリガルヒに参加しているメンバーにもお手伝いをしていただきたいと思います。もちろんその際は、私が雇用主となって報酬をお支払いするという形になります。では、顧問契約がもしね、できるようなそんな夢の世界がもし来たとしたら、年間契約料と成果報酬ですね、こちらの方を設定しなければなりません。まあ将来的、私が50代のどこかで、もし顧問契約を投資についてね、投資助言業としてするなら、年間契約料は1社120万円、つまり月間10万円の基本料金です。プラス成功報酬をいただくって形になりますので、結構ね、これで数千万とか億みたいな金額見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、お金のためだけにやるわけではないんですけども、こういったものを培うことによってね、もともとはアフィリエーターの私がどこまで登っていけるのかっていう自分の人生の挑戦もしてみたいわけなんですよ。もちろんこれは私の夢ですから、必ずこうなるとは思いませんけども、少なくともここを目指して、FX オリガルヒというものの第一歩を示すということなんですね。で、この投資助言業なんですけども、特定の国家資格などは必要ないらしいんですが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員または使用人の確保が必要ということになります。これは私できればね、塾生さんの中から役員とか使用人を確保したいと思ってます。もちろん役員になるわけですから、うちの会社に入ってもらう。広島観光というね、会社がありますけども、ここに入っていただくということにもなりますし、きちんと報酬もコンスタントにお支払いした上で、いろいろと一緒に仕事をしていきましょうということになります。ですので、これを目指す方は、一定の、やっぱこう、レベルが必要になってきます。まあでもね、多くの方は、こうやって雇われるんじゃなくて私なんかに、個人的に FX で生活費が稼げればいいなと思ってらっしゃるのが本当のところだと思いますので、まあ、塾生さんの中からできれば募集したいんだけども、そうじゃない場合は、まあ、一般のマーケットから募集するっていうことになりますね。ハローワークを通じて。はい。で、投資助言業の代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があるということになります。登録の期間から業務を開始できる流れは以下のようになってますけども、ちょっとちっちゃくてすいません。まあ、こういったものがありますよってことなんですよ。まあここで皆さんにね、細かく説明するつもりはありませんけども、私はこういうのを覚悟して、今お話してるってことだけ分かっていただければと思います。ちょっとバーッと飛ばしますね。はい、まとめになります。今回お話したことってのは、私の50代を彩る壮大な事業構築の第一歩なんですよ。その第一歩が FX オリガルヒといって、まあ、はためにはね、普通の FX のなんかこう、オンラインコミュニティと全く変わりません。私のレベルはまだ、そのぐらいなんですよ。ただ、そこで終わるつもりはありません。同じようなものを延々と販売していって、情報商材、アフィリエーターみたいになるんじゃなくてね。いや、私はね、この募集を繰り返すことによって、自分の力も高めていって、そしてね、慣れないかもしれないけども、とりあえず目指す先は、日本一の FX の事業体になりたいと思うんですよ。何をもって日本一にするかは、まだちょっと思いつかないんですけども、それはね、コミュニティに参加してくださる皆さんと探していければなと思っております。はい。2022年49歳のスタートを飾るに至ってですね、40代最後の挑戦になります。まだ49歳、もうちょっと数ヶ月続きますんで、ちょっとね、50代のスタートを49歳のうちに始めておきたいなと思っています。まもなく募集でございます。で、募集対象を最後にお話して終わろうかと思います。募集対象は、速稼塾の塾生さんであることが対象になります。もしくは何らかの関わりがあることね。これは、昔、教材を買ったことがあるよとかね。速稼塾の、なんですかね、メンバーシップの会員さんだよとかね、YouTube の。そのくらいでも構いません。とにかく、まあ私と仲良くやっていける方ね。アンチコメントを一生懸命書くために来る人は、基本的に募集しませんので、すいません。次。週1程度はやり取りができること。これは私の方ではありません。私は毎日でも構いませんが、なんせね、塾生さんが無活動になっちゃうのが怖いんですよ。ね、せっかくお支払いいただいてね、参加を決めるわけじゃないですか。今回の FX オリガルヒに対しても、速稼塾に対しても。でも、なんか、幽霊部員みたいになっちゃって行動しないことになると、さすがに今回の FX オリガルヒは腹をくくってやってもらいたいんでね。で、皆さんの頑張りが私の夢の成功にもなるんで、結局皆さんがお金をお支払いいただいて、一つの FX に取り組むわけじゃないですか。私ね、お金が欲しくってやるってことじゃないんですよ。一定の経費がかかりますんで、費用は請求します。FX オリガルヒに関しました。そんなにね、5万10万みたいな安い金額ではないことはお話した通りなんですけども、でもね、お金もらって終わりじゃないんですよ。そのお金を使って、皆さんが少しでも実力が上がるように、私は、そのいただいたお金を経費として使ってね、自分の力と、自分の伝える力と、皆さんの実力の向上に全て投入するつもりなんですよ。まあ言ってみれば当たり前のことなんですけどもね。そのためには皆さんがどんなことで困ってるのか、何が見えてないのかを知る必要があるんですよね。それを週1回ぐらいはやってもらいたいと思います。こちらから課題を出したり、連絡をすることがあると思います。それに関しましては。ね、本来なら自主的に週に1回ぐらいは、こんな形になったんですけども、ちょっと採点お願いしますみたいに来てほしいんですけども、そうじゃない場合はこちらからね、今週どうでしたか？ここが難しかったと思いますけど、分かりましたみたいな感じで、行こうかと思います。3つ目。やっぱりね、募集対象、FX で資産構築を目指していることなんですよ。FX が負けても面白いからやるみたいな人は今回はいりません。最初負けるのはしょうがないんですよ。でも、いつかはこれで資産構築するんだと。これで時間とお金を手に入れるんだ。そして社会貢献するんだ。ぐらいに考えている人に来てほしいと思います。で、次です。やっぱりね、FX のテクニカルを身につけたい人を募集したいと思います。なんか都市伝説とか、奇襲とか奇策とかね、裏情報によって勝つみたいなのは、ちょっと今回はご遠慮いただきたいと思います。FX には確かにね、裏情報みたいなのが回っていて、それによって偶然勝つ人っているんですよ。でもそうじゃなくって、FX のテクニカルっていうのは、そのテクニカルさえ覚えれば、誰がやっても似たような結果になるからこそ通用するんですよね。で、自分にしかできない、この人にしかできないっていうそんな技は必要ないんですよ。感覚に頼ったものとか、インスピレーションに頼ったものはね。とにかくテクニカルのように、公式を覚えたら、丸がもらえますよ。少なくとも部分点がもらえますよっていう風に、資金が増えることをテクニカルで実現するというね、そういう目的になってますんで、それを目指す人を募集したいと思います。そして最後はね、本当に大切なことだと思ってるんですけども、将来の夢があること、こういった方をぜひに来てほしいですよね。だからとりあえず参加するんじゃなくて、将来的には自分の人生こうしたい。そのためには資金がいるんだ。そのためには FX がいいんだっていうふうに判断できる方です。もちろん将来の夢は変更しても構いませんから。走っていくうちに違う景色が見えますから、じゃあこっちにしようかなっていうふうに変更は可能なんですよ。とりあえず何かがあればいいです。何もなければ、ちょっとね、これはモチベーションが続かない問題になっちゃうんで、単なるその費用を払って終わりになる可能性がありますんでね。私もそれあんまり本意じゃないんですよ。私が基本的に、ただお金をもらって終わりっていう世界にはね、今まで通りしてほしくないんで、やっぱりね、今回の FX オリガルヒの費用を使って私を雇う気持ちでやってもらいたいと思います。という形でね、今回はちょっと長めになりましたけども、お話してみましたけども、いかがだったでしょうか。はい、FX オリガルヒは私にとってもね、大きな挑戦でございます。もしかしたらこの6年間つけてきたと思った実力が全部運でね、この49歳から50歳になるに従って、FX のスランプがバーッと起きるみたいな、少ない可能性ですけども、そういうことがあるかもしれません。まあ、本当にね、投資ってのは、今までうまくいってきたから、これからもうまくいくっていう保証がないところにリスクが常に残るんですよね。まあでも私もね、FX はね、よくここまでできるようになったなと思うところと、わかりやすくて、解説がものすごく聞こえる。で、自分も勝てるようになっちゃったって声をね、本当によく3年ぐらい前からいただくようになって、それがね、際立ってきたのが、半年ぐらい前から。特にこの3、4ヶ月は、一方的なトレンドが発生するということもあってね、そのトレンドが発生する前のファンダメンタルで私が、相場解説を2週間しませんと言った決断もさすがだということで評価がすごく高くって、ものすごく今ね、お互いに熱くなってるってことだと思うんですよ。で、これから私10年少なくともこの FX オリガルヒをやっていくときに、もちろん皆さんとは一生の付き合いをするつもりで私はやっているんですけども、情報発信もやめませんしね、10年後だろうが20年後だろうが、レスポンスは必ずしますんでね、最速で。まあしかしこの FX オリガルヒにつきましては、当然ですけども、じゃあ10年間のサポートしますよっていうね、そんな話じゃなくて、一応期限は設けさせてもらいますけども、でも期限があるからって言って私も知りませんってことはないですからね、それはもうお分かりだと思いますけども。とりあえずは募集をした人に対しましては対象期間っていうのを区切ることによって、やっぱこう毎年ぐらい募集したいんですよ、これを。毎年募集して、そのために多分金額は上がっていきます。なんせ、実力が上がるわけですから、私はね。今まで私は FX の実力がずっと上がってきて、で、そろそろという形で教材を出して、で、教材も当時は値引き価格だったんですけども、今は通常価格ですからね。だからそういうふうに、皆さんに対してもそうですけども、自分の実力に合わせたようなね、自分への価値っていうのもちょっと感じていただきたいかなっていうところもあります。まあこれは FX の量分というよりも、速稼塾のね、情報コンテンツ販売の量分になってくると思いますけどね。しかし今回の FX オリガルヒは単なる情報商材を売ろうっていう話ではなくて、まあ、本当にね、新しい、コミュニティね、なんかオンラインサロンでもなくって、なんか、なんて表現していないのかなと。まあ一つの会社を作るみたいな感覚ですよ。本当に。しかも会社で募集しますからね、もうね。FX オリガルヒは、私の法人が事業として、この10年間を目論んでやっていくものになると思います。もちろん、全部がうまくいくとは限りません。綺麗にね、投資事業原理の資格がスラッと取れて、何の問題もなく、顧客も集まって、顧問先も集まって、みんなでわははじゃないかもしれません。それは、FX を身につけようとしている皆さんと同じような困難が、私のこの FX コミュニティの事業構築にも同じようにね、予想外の困難が迫ってくると思いますけども、そういう意味を込めて、一緒に挑戦して、一緒に克服して、一緒に成長していきたいなと思っております。はい。じゃあ、また続をお待ちください。FX オリガルヒ、お楽しみに。ありがとうございました。